いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでミツさんですね。はい、で1つ PB ということでこちらを開封いたします。よいしょ。で今日発送しますんで明日には、はい、配達営業所の方に入ってるんじゃないかと思います。上分かっちゃいますね。せーの、はい。なんか、あ、このこれを取っちゃいますね。なんか無理やり取ろうとすると危ないんで。はい、こんな感じです。まずはトム・アーノルドさん、去年いないよね。でもまあ、はい、このお顔はあれに出てたなっていうはい、声が10シリですね。結構新キャラが多いですね。で2枚目、白黒だけどリンダ・ブレアさんだ。あー、白黒の時、若い時、はい。写真本人からもらってんのかな。6シリです。なんか去年も結構シリアル少なかったけど、なんか今年さらに低いような気がしますね。生産数絞ってんのかな、ちょっとわかりませんけど。はい、でここはメモラ、あー、キャグニーだ。はい、これは何でしょうね、ジーンズかな、ちょっとわかりませんね。ポロシャツといえばポロシャツの生地だな。ね、ちょうど縫い目が真ん中にありますけどね。はい、ジャケットといえばジャケットだよなっていう。はい、で最後、せーの、あ、はい、サンクさん、はい、黒枠ですね。このこれノーマル的な、なんかね、このデザインが非常に多いんですよ。このデザインはねえ、グラミズグラフか、なるほど、4シリですね。はい、なんかいくつかこうね、分かれてるんですよね。これは何、これがシグネーチャーズって通常のやつかな。だからこれはなんか何人かというかね、タイトル取った人とか分かれてるっぽいんですよね、うん、4、40、メモラで6、うん、去年もこんなだったかな。まあ小尻ね、ザクザクだなって、去年ぐらいからかなり少ないなと思ったんですけどね。はい、今年はまあ分配数が少なかったので、もうケース数もね、すぐナショナルで売り切れちゃうレベルぐらいで作ってるのかな感じです。っていうか20日ぐらいからね、販売開始できたんですけど社長から連絡来たのが25日で、もう受け取ったらもう売っていいよってメール書いてあって、5日間待ってました。はい、ということでね、未開封のものと一緒に今日お送りいたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。